ありがとうございます。厚切りジェイソンです。ジェイソンさん、ついに全動画が終わりました。お疲れ様でした。どうでしたか？ありがとうございました、はい、それでポンコツをだいぶ晒しましたけども、いや大変勉強になりました。結構頑張ってた回もありましたね。ありがとうございます、はい、頑張った回もありました。もうありました。頑張れてなかった回も、はい、でもどうですか、結構自信つきましたか？はい、教えてもらったのが、はい、やっぱり自分固くその、うん、文章をちゃんと作んなきゃいけないってめちゃくちゃ思ってたんですよ、はい、喋るときに。でももっとこう崩していいし、言、はい、っても単語だけで話してもいいっていう、はい、もうちょっとこう気軽に喋ろうっていうのを、そうですよね、すごい教えてもらいました。気楽でいいですよ、はい、で違う言葉でも日本語で言い換えて、でそれの英語は分かってたらそれでもいいし、柔軟に対応するのが大事です。じゃあ振り返りましょうか。はい、お願いします。何があったのかな。はい、一番でも印象に残ってるのは、はい、道案内のやつなんですよ。言い方も Keep going down ですよね。あ、いいですよね。Keep going down。 Keep going down、はい、the street into、うん、second traffic、はい、light。 おー、いいね。 OK ですか？覚えてるやん。やった。素晴らしい。So, Keep going down。 L と R の発音はちゃんと言われたことがなかったので、そこまで。おー、そうですか。 light と right、はい、いいですね。あざす。で、次が、写真撮ってもらうやつですかね。ありましたね。ありました。はい。やっぱ sure thing。sure thing、yeah。sure thing、なんかポジティブに。はい。あ、いいよ、いいよ、みたいな。で、次が、バイト先に海外の方が来たらどうするかっていう。ああ、そうですね。そのラーメン店でしたかな。はい。はい、多分、1番か2番ぐらいにテンパったやつです、自分が。はい、あ、そうなんですか。全然良かったんだけど。思ってた。ずっとポークボーン進めてくるけど。スープを絶対必要です。そうですよね。ポークボーンだけ言われたら骨が出てくるようには想像するんですよね。そうですね。スープ、スープ。そうですね。あと、Would you like? Yeah, would you like? Like. Would you like ほにゃららっていうとどうですか、はい、っていう提案ができると。そうですよね。次が、オンラインゲームだったね、あれ。広かったね。自分があの時学んだのは、はい、ちゃんと言おうと思っちゃって、そうじゃなくて、まあ、武器どこにあるって言ったら、もうハウスとかまず単語でもいいから言えって。単語ベースでいいですよね。そう言われて、はい、まあ、それがすごい印象残ってます、どっちかというと。あとはどうしよう、どうすればいいとかの聞き方もありましたけど、あの What should I do? おー、いいですね。それそれ What should I do? って言うと、そのやってくれる指示を出してもらえる、はい、っていうところですよね、はい。で、次がですね、道端にあの体調の悪い、あのお腹痛いから、ラーメン食いすぎたらもういい、おいしい、おいしいね、おかしいでしょ、おいしい。自分言っても Can I help you? みたいなこと言ったんですけど、はい、ハウをつけた方がよりいいっていうのを教えてもらいました、はい、そうですよね。 How can I help you? はい、何をやってあげられますかみたいな、どうすれば、はい、How can I help you? とかって言うといい、いいですよね。自分ちょっと忘れがちでしたけど、まずは、はい、Are you okay? Are you okay? を聞くのも大事ですよね、はい、この人は本当に、まあ、もうすぐ死ぬかとか、今何かもういち早く対応しないといけないとか、うん、何かをもっとなんか順番を変えるようなことがあるかどうかを、はい、Are you okay? 大丈夫ですかと聞いて、でそこから会話を始めるの進めていくと、はい、いった感じでした。で、次が外国人の先生、はい、と仲良くなりたいとき、あー覚えてます？ノックノックジョークですよ。ノックノックジョーク一つできます？ノックノック。 Who's there? カヌー。カヌー who? カヌー help me with my homework。 船と思ったら宿題の手伝いの依頼でした。で次がですね、アメリカのファーストフード店で注文するときと。いいですよね、はい、もっと飲み物を大きくしてくださいって言ったね。しちゃダメなんですよ、めちゃくちゃでかいの出てきましたからね。まあ通常だけど、はい、あの時は the I'd like、 I'd like、 いいですよ ね、頼み方としてはまあ簡単で、はい、すぐ欲しいものを言えるから、まあ、I'd like で商品名を言えば、はい、それを注文できると、はい、これが欲しい、もうかなり便利ですよね。便利ですね、汎用性が高くて、うん、で、次がアメリカのホテルにチェックインするときで、はい、Could you please tell me where? 何々の場所を教えてくださいとかっていう時に言うといいと、はい、で、please をそこに入れた方が丁寧になるから、はい、Could you please tell me、はい、で、場所だったら Where is ホニャララって言うといいと。そうです、そうです、いいと。その通り。以上ですね、先生。あ、お疲れ様でした。早い、以上で先生言うから。いや、以上先生で感想を言い合ってちゃんちゃんでしょ。はい、僕は楽しかったんですけどね。本当ですか？でも母国語だからめっちゃ楽でしたんですけど。本当ですか？どうですか？楽しんでもらいました。いや、じゃあ楽しかったんですよ、はい、先生とも触れ合わせてもらって、すごいもう楽しく話そうっていうのを、はい、すごい教えてもらったんですよ。それ一番大事です。楽しさが大事です。
勉強のための勉強はつまらないじゃないですか、はい、だからそうじゃなくて、なんでやってるのか、ホワイ、なんでやってるのか、はい、コミュニケーションを取るためで、コミュニケーションができるようになってきてるかどうかで全て変わると思いますけど、実際に今まで喋れなかった人と喋れるようになったというのはすごい喜びを感じると思います。で、じゃあ見て皆さんもね、楽しく会話をする、はい、でちゃんとした文章じゃなくてもいいから、単語でもいいから何かを発して、はい、自分みたいに黙らずに伝えていくっていうのをぜひやってもらえたらと思います。はい、正しさではない、楽しさ以上ありがとうございました。ありがとうございました。 Turn right Correct 絶対納得してない、また変な顔になってPork bone taste. Pork bone taste. I'm busy. Busy? No. I need to go to the toilet. Hurry! Sorry. Knock, knock. Who's there? Canoe. Canoe who? Canoe help me with my homework? A small size? Yeah. This is the small. Really? Do you want a bigger one?No, okay. We have bigger. Okay. I need your 最高月収. はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。